ちは、今日はハンティントンビーチの、コンドミニアムに来ています。こちらはですね、銀行のリストの中から、今日もらってきたものなんですけども、まあ、ハンティントンビーチっていうのはサーフィンのメッカでもあって、ビーチももうすぐそばにあります。非常に人気の高いエリアなんですけど、こちら、フォークローズだった物件を今日リストもらってきたので見に来てみました。スタジオですので非常に小さいですね。スクエアフットは全部で546スクエアフットしかないです。こちらにはまあファイアプレイスがありまして、まあ、ここが多分リビングルームになるエリアだと思うんですけど、パティオが結構大きさとしてはありますね。部屋の大きさに比べてパティオが結構大きいです、まあ、私がさっきそこに立ってたんですけど、まあ、サーファーが多いエリアなので、まあ、ストレージの中にはサーフラッグをつけたりとか、そういった必要があると思うんですけど、まあ、結構立派なストレージが今度の割にはついてきます。それかな、キッチンですけど、まあ、キッチンは多分キャビネットなんかは状態が悪くないので、このまま使えると思うんですね。あとこのカウンタートップも使えると思いますけど、一応こういった、電気製品は新しいものを取り替える必要がありますね。それからペイントです。でスタジオなんで、こちらがザベッドルームこちらがベッドルームになると思います。 How many tatamis? I don't know, it's like a... 4? Could be 4畳半とかなんかそんなぐらいの大きさでしょうか。もっとちっちゃいかな。まあ、こちらが一応ベッドルームとして多分使われているんではないかなと思います。まあ、ストリオなんですけど、一応壁をつけてワンベッドルームみたいな雰囲気にしている感じですね。それからバスルームはプッシュ、バスルームは結構充実してますよ。これサイズが結構ありますね。ここもキャビネットスペース、 a lot of cabinet space、 wow. So, and a lot of storage。ここも結構コーナーにこういうのつけたりして結構クリエイティブなので、これもこのままですね。赤いペンキは多分塗り直してもう少しニュートラルすると思いますが、バスタブも普通よりもかなり大きいです。 It's a bigger bathtub、ですので、サイズ、まあ、ハイシーリングですね。サイズ的にはいいと思いますけど、まあ、この辺りは結構まあ、オレンジカウンターのいいエリアなんで、まあ、ハイエンドとまではいきませんけれども、かなりいいエリアですので、テナントというのもすごくいっぱいいます。ただ今この物件、まあ、この大きさで19万ドルです。サクラメントの物件なんかと比べたら一軒家が買える以上の金額なんですけども、19万ドル、ですので、まあ、こういったタイルとかもこういうものではなくて、もう少しファンシーなものに変える必要があると思います。Washer dryer? Yeah, that's right. So, あとは、まあ、コンドやアパートメントで一番こう大きいそのウォッシャードライヤーがユニットの中にあるというのは非常にプラスですね。まあ、コンドミニアムですので普通はまあユニットありますけれども、こちらもこれもついてくるということで非常にポイント高いです。ですので、まあ、So this one is 180,000?Well, yes, it should be around 190,000. Remember, we have to bid on this property. Right. So, 今一応これ19万ドルですけど、私たちこれからビットといってこう落札というかオークションにしていかないといけないので、上がる可能性非常にあります。So, でこちらが大体リモデルしたやつがこのユニット内で今、25万ドルから26万ドルぐらいの金額で売られていますので、まあ、19万ドルで買えれば。フリップとしては悪くないんじゃないかなというふうに思います。まあ、これから、ビットプロセスに入りますので、どうなるか、乞うご期待という物件ですね。はい、以上です。